久保さん、この公園はよく来るんですか？はい、ここはあの杉並区馬橋公園といいまして、結構広い公園で、芝居始まるときにちょっと走ってみようかなとかそういうときに走ったり、あとは台本を読んだり、そういうときによく利用している公園です。夏も結構木陰が涼しくて過ごしやすくていいところです。おとつい東京に陸別から、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昨日おとつい帰ってきまして、夜帰ってきまして、のんびり正月を過ごしてきました。向こうはいかがでした？そうですね、久々に帰って良かったですね。結構写真撮ってきたんですが、改めて雪が降った後の山並みとか、そういうのはすごく綺麗だなと思いましたね。向こうに生活した時には気づかなかった自然の、本当にいい自然の美しさに本当感動しました。あと両親も、親父はもう83で結構年で、3年ぶりに会うとやっぱり少し老けてたなって、物忘れもちょっと多くなって年取ったなと思いました。あとは前もお話しましたけど、近くにすごくいい温泉がたくさんあるんですよね。温泉3カ所行ったかな、結局家族みんなで行って、夜はまた飲んでっていう、贅沢な、すごい贅沢な正月を過ごしました。なんか鹿の肉を食べられたそうで。あ、そうなんですよ。うちの方は鹿がたくさんいるんですよ。それで秋口から、鹿漁が解禁になって、大体冷凍庫にはもらったやつが入ってるんですが、今回6日の日かな、隣の家から取れたての鹿の肉をいただきまして、それをバーベキューみたいにして食べたんですけど、美味しかったですね。ものすごく美味しいですね。例えればどういう味なんですか？牛とも違う、臭みが全くないんですよね。で、柔らかくて、もうほとんど赤身で、あれは肉は他の肉には例えようがないぐらいあっさりと癖のない味なんですよ。それでうちの町の、お土産で鹿の肉の缶詰も売ってました写真撮ってきましたけど、結構あれ面白いなと思いましたね。